参加者に本人が皆様のところに出てきましてご挨拶させていただきます。大変お待たせいたしました。これで、きちんと企業前におかれしましてもきちんと実態を終わらせていただきます。ありがとうございました。落ちたじゃないか、せっかく来たのに。え、次4時か。せっかくだからあれでもらうか。終わっちゃった。残念。さて、次が4時ですか。せっかく来たのにな。じゃあ、イオンでお食事でもしとっかな。いや、でも周り支援者結構やっぱりいるんじゃないですかね。周り10人ぐらい、周り取る前って聞いてたみたいな。でしょ？だから、それの大きいの。だから、それを、ね、そう、うちらも何しよう。うちらもってか俺も何しようか。こっちでしょ。1時半か。事務所でお茶でも飲んでですかね。ショック。あれ1時半からとかじゃなかったですか。あんまりいると目つけられそうだから帰ろう。また4時から再開する予定です。せっかく来たのに 2,3 分で終わってしまいました。残念。じゃあもうこれで一旦切ります。また4時ぐらいにまた再開します。じゃあお疲れ。この活動を国会議員としても、この法
けていただく、まあ、ゲストの高齢者の方々に、まあ、ちょっと偵察というか、この治療を受けていただく橋渡しをしたり、あるいは日朝の問題が行き詰まって、拉致の問題が全く進まないという時には現地に入って、そういう活動を続けてきたわけであります。そして今国会がいよいよ終盤を迎えようとしていますけれども、この数年間日本で起きてきたヘイトスピーチ、人種差別や民族差別というものを煽り立て、多くの皆さんが引っついて、この引っついている皆さんに対して政治が何をなすべきか、これは あれです、カラオケ屋さんの猫、カラオケ屋さんの猫、同等がね、この議員立法の形、有田先生とちょっとあんまり関係ないみたいな、今この与党はこれでどんな法律にしていったらいいのか、大詰めの審議や話し合いが進められているところで、一貫してこの痛めつけにされている、有田先生、どさくさんに紛れてちょっと猫に助けられてますね。国会で発言をしてきたのがこの有田芳生さんでございます。どうかこの言語スピーチをなくしていくための法律を良いものとしてこの形作っていくために、地域の皆さんの世論と同志をお願いをしたいと思います。そして今この安倍さんが登場して世の中がギクギクしている、一人一人の絆や繋がりが断ち切られている社会が、有田先生に誰も言ってこないんですけど、ね、有田芳生さんのような猫大人気ですけどね、もっともっとこの政治の前線で活躍ができるよう、どうか皆さんの後押し、男性隊いるかもしれないんで、お願いをしたいと思います。で今日は多くのボランティアの皆さんや応援をしてくださる皆さんが、有田さんのこの間の活動をまとめた報告とレポートをお配りをして、猫メインでしょう今日は、お一人でも多くの皆さんにお手に取っていただいて子供が猫に離れない、ご一読をいただきたい、そして有田芳生さんに皆さんの思いをぶつけていただきたい、このことをお願いをして、私が有田芳生さん応援をする地方議員の一人でございます。渋谷区議会の橋田柏木と申します。私からのお話をさせていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。ただいまお話しさせていただきましたのは、民進党の渋谷区の区議会議員、いやいや、有田芳生さんと、みんなおるね。政策を共に現状と務めております、橋田柏木議員でした。ありがとうございました。で今日は、作家の中澤美恵さんがこの成馬駅南口にお越しいただいております。中澤圭君も来たのか、ぜひも柴木もいるんじゃないですか、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは、今ご紹介いただきました中澤です。中澤圭だ。問題がご縁で、あるてさんの路上で工業するいや、あれはカラオケ屋さんの猫、カラオケ屋さんのチラシ配ってる、でこっちはこの深澤系って気持ちあるですね。いや、猫はその前からちょっとその10分ぐらい前から仕事してましたよ。チラシ配ってるんです。猫大人気。あ、お疲れ様、お久しぶりです。お元気でした？1年ぶりぐらいですかね。
近くなんで何キロですか。バス1本僕すごい遠いそうですね、わざわざあそうちょっと忙しい中忙しかった忙しかった猫大人気ですね。ここで有田さんを見るのは日本神道以来ですよ日本神道以来日本神道の時にねやっぱあそこら辺に立ってたんですよ有田先生が有田先生が一人寂しくて十何年前、有田先生ももう今では十何年前差別業界のもうスペシャリストお出かけの皆さん私は今ご紹介いただきました参議院の有田先生です私は会社員たちもそう、クッサンですよ久しぶりにお会いしましたね丸山の駅を降りてそこの松乗り場からバスに乗って光の丘に帰っておりました誰も聞いちゃいねその光の丘に10年ほど暮らしましたけれどもその暮らしの中で今から21年前のああ、円楽猫すごい人気ですよありがとうございますそれ以来、私はオウム真理教と戦い続けました。まだオウム真理教。そして、そうした暮らしの中から、テレビの仕事も増えてまいりました。草野ひとりさんがキャスターを務めていた日本テレビのザ・ワイドという番組に14年間続きました。見事に人の足が止まらない止まらない、まあ、その辺にいるみたいですけどねそう下関係者ですよみんな下関係者のボランティアそうそうあ、そっか止まらないですね確かにこのままでは日本良くならないもっと良くならなければいけない毎日毎日そこあの画像会一人いますあ画像会、いますよね多分幹事長いますよ良くなるところがどんどんどん茶道会にボディーガードするなんて、あの猫が最強だと思います、ね、猫すごいですね、猫のついでに有田先生に握手した子供とかいましたからね、そうなんかカラオケ屋さんの猫です猫最強すごい人気大人気さらには横田茂さん昭恵さんから第4回で拉致問題の解決のための行動今でもさらにはこの数年間日本中引き荒れた差別の戦争をヘイトスピーチ人間の尊厳と平等をするヘイトスピーチ許さないその立場からずっと行動をしておりますそして今コアンさんで成松の皆様に一つだけお伝えをしたいのは経済の問題ですアベノミクスです経済アベノミクス有田大先生が誕生したときにアベノミクスアベノミクスと言って朝から夜まで新聞やテレビで皆さんもう何度も何度もアベノミクスという言葉をお耳にされたと思いますアベノミクスうまくいけば私たちの暮らしもっと良くなるだろう多くの方々がそう思わないでしょうだけどあれからもう半年以上経って日本の経済私たちの暮らし良くなりましたか全く良くなっていない大幕なので良くなった日本全国を歩いていたのでアベノミクスで良くなったという声私は聞きませんすごい忙しくなったねそうそうそう結構忙しくなりましたよね連休だってだろしてるよちょっとやっぱりそう公共的なこと増えましたそうそうそうすごいですよね印刷機をどん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 回して1万円札を増やしていったことなんですだから皆さん金融緩和をやってこれまでにない政策を取りましたから安倍政権が始まった時よりも皆さん驚くことにこの日本中1万円札3倍ぐらい増えた安倍政権になって3倍以上増えたにもかかわらず幹事長私たちの幹事長良くなりましたから今上がってきた以来どころかこの4年間働く人たちの実質賃金は下がりっぱなしだけど一方で円安効果があって確かに海外から中国人、韓国人、タイからもあるいは世界中から観光客が増えたおかげで例えばインスタなどには中国語が今でも飛び交っていて百貨店なんかは発売ということで本当に
なの大きなビジョンを得ましたけれども、だけどそれは大きな企業が儲かっているだけ、そっか、契約効果で大企業はこの去年なんです。内部留保といって、お金を貯め込んで貯め込んだ、この猫すごい人気ですよね。猫は何と皆さん328兆円、328兆円も円安でアベノミクスの効果によって大企業が、私って中澤圭さんですよ、この方は。人たちの賃金を上げるなだけど、大企業はそれをやらない、それがアベノミクスの現実なんです。日本の GDP 国内総生産の6割は個人消費、皆さん方が働いて賃金が上がって、そして賃金が上がったから成松のこの池屋などでも買い物をする、商店街で買い物をする、池袋の東武屋で買い物をする、そうして今年の夏は最高だから少し新しい服を買おうじゃないか、そういうことをしておりますけれども、そういうことをしておりますけれども、しかし日本経済全然良くなっていないというのが現実ではありませんが、大企業は328兆円を大儲けをしたが、そのお金をやはり働く人たちの賃金に上げていくということをしなければいけないというのがアベノミクスの大失敗なんです。若い人たちが一生懸命働いて人のために頑張ろう、介護の仕事を頑張って朝から夜まで一生懸命働いて働いて、なんかうちらの方が多いんじゃない、15万円から20万円弱、こんなことでは暮らしていけない、結婚したいと思っても結婚できないと言って1年2年でせっかく人のために働こうと思っても介護の仕事、保育の仕事を辞めざるを得ないような現実があるのが今のアベノミクスの下での日本経済の現実なんです。若い人たちが希望を持てるような政治やろうではありませんか。お年寄りたちが老後の生活を安心して暮らしていけるような暮らしやろうではありませんか。日本の宝、日本の未来である子供たちが安心して暮らしていける日本を一緒に作っていこうではありませんか。民進党はこの国会に保育の仕事に就く人たちが5万円賃金が上がるような法案を提出といたします。民進党は5万円賃金を上げようという導入政策を取っております。皆さん、子どもたちは日本の宝、日本の未来です。子どもたちが安心して暮らしていける日本、これからも作ってまいりましょう。そして働き盛りの人たちが心配しなくていいような社会、一緒に作っていこうではありませんか。戦後70年以上日本を支えてきたお年寄りたちが安心して暮らしていける日本、一緒に作っていきましょう。私はオウム真理教と戦い、そして拉致問題の解決のために行動し、人間として最もあるべきヘイトスピーチ、差別の扇動、人間の尊厳と平等を否定するようなヘイトスピーチを焼くような、こういう人たちと断固として戦っていくことをお約束をいたしまして、成松の駅前での訴えとさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。そして最後に警察の皆様方にお礼を申し上げます。いきなりおかしな行動をやるということをインターネット上に撒き散らした女性がいましたら、この連休の日に警察官の皆様方が無理をしてこうやって警備をしてくれるようになりました。超ビビり。皆さん、日本中でヘイトスピーチ、差別の扇動を吹き荒れておりますが、人物がそこにいる、あるべき人物です。こういう人たちが日本からいなくなるよ、私は最大限の力を込めてヘイトスピーチ根絶のために最後の最後まで頑張ってまいります。ヘイトスピーチ許さない、差別の扇動を許さない、こういう人物許さない、私は最後まで戦います。ありがとうございました。新しいことはもうあなたはやめなさい、差別の扇動を許さない。すごいファンですね。すごいファン、ね、大人気です ね、有田先生。
よし。本日は民進党の実態の内閣委員の一角をお借りして行いますが、来ていただきました。で、ベンチが終わりましたのは、有田芳生参議院議員、そして秋川和明、渋谷市議会議員、また、作家の中澤健さんにも、あ、猫帰ってきました。猫帰ってきました。では、有田芳生さん、参議院議員、有田芳生さん、枝瀬問題、高齢者の最後、公安の人もご苦労様、公安さんもご苦労様、この連休で。先生ちょっと痩せましたか ね、確かに、ね、先生痩せたね、ちょっとね。僕痩せて、僕太ってるのに、ね、先生ちょっと痩せられたね。大丈夫なの、どんだけビビったのかな、一人の女性に。ヘイトだな、女性ヘイトだな。スマートになられちゃいました ね、先生ね、うん、先生ちょっと痩せられました、痩せましたよね、炭水化物、あ、炭水化物ダイエット効くんだ、ただ、僕高血圧になっちゃって、それで高血圧がひどくて最高207までいっちゃって、で薬飲み始めたら、12キロぐらい増えちゃいました。ファンが多いなぁ。ちょっとね、参議院なんかの人もね、民主党前もね、行けないんでね。あ、けしからん、僕言ってないですよ。何言ってんですか、有田先生、有田先生って。今日よりも俺の方がたくさん言ったじゃないですか。また言った。そう。じゃあ、お次行きますね。あ、僕は行きませんで。ね、お疲れ様でした。また言ってって言われちゃった。ファンなのにね、すっげーファンですね、この女性の人ね、本当なんか女性ヘイトしてましたよ ね、 あ、有田先生やっぱり男好きなのかしら。あれとかなんか江川翔子とかああいうなんかああいうのが好きなんじゃないですか。そうか、そうか、タイプが髪の毛長かったりするのがダメなんだ。うん、ちょっとブサイの、ね、ちょっと最悪ババアじゃないと、最悪ババアじゃなきゃダメだ。ちょっと反応しないんじゃないですか。いやー面白い。あ、公安の人が通ってる。有田先生どこ？もう車の方行っちゃった。ああ、もう行っちゃった。でも先生にまた言ってくださいって言われちゃいました。もう有田先生公認ですね。そうか。そうか。そのクッサンは OK で、おにぎりさんがダメっていうその判断がよくわからないところなんだけど、好みじゃない。あ、ノーヘイト、ノーヘイト号、うん、ノーヘイト号だ、ね、ノーヘイト号だ。あれがちょっと遠くて見えないですかね。
さあ帰るか。ノーヘイトスピーチってあれが生ノーヘイト号か。ああ初めて見たノーヘイトスピーチって見えますかノーヘイト号。さあ俺も帰ろうかな。7本もあんのか。さあじゃあ帰りますか。じゃあ僕も帰ります。またお疲れ様でした。エリアブロイ